エノコロフサカツギアツバリアヘテラリファは、ツバサエラ類に属する動物の一種。丸い体に触手を持つ小さな動物で、本群中で唯一の単独生活をする種である。ただしその記載以降に発見がなく、存在を疑問視する声もある。空豆型の本体部に細長い柄を持ち、体前端に触手腕が並ぶ。本体部の長さは0.9ミ、mm、リメートル程度の、 小さな動物である。生きた状態では、赤つ色。本体部はこの群の基本通り、前中後の三部からなる。前体部の頭し盤は、扁平な盤状で、中央に赤い乗線があって、前後に区分されている。中体部は、頸部で短く狭く、飛行しており、その背側には四体の触手腕がある。触手腕には両側面に、 細かな触手が並び、全体は羽形を成す。触手腕は前後2列に配置し、その基部は互いにつながる。触手腕のうち前列中央の一体は他より長く、またその先端部分には細かな触手がなく、その部分の表面はイボ状の突起で覆われる。個体部は艦隊でその前方側面両側に一体の得られツが開き、また、 背面前方に肛門が開く。肛門から艦隊の後端までは0.6ミ、mm、リメートル程度。それ以降に続く艦上の塚部は、本体部分の2から3倍の長さを持つ。本種はただ一度しか発見されていない。1935年、相模湾の城ヶ島の西方沖合、水深200から300メートルのドレッジで採集され、ヒドロムシの一種。 軸をンコニファータに付着した状態で発見された。メス個体のみが発見されている。また、一個体で独立した形をしており、生管に入っていない裸の姿で発見されたことから、生管を作らずに単独生活をし、また無償生殖をしないものと推定される。この時発見された個体には、触手腕が2体しかなく、しかも触手もなかったものが含まれていたことから、 これが幼体であると考えられる。ちなみに、採集された本種個体は観察中に、頭のヒドロムシに食われるのが確認された。本種はその体の構造が、エラフサカツギ属セファロディスカスのものに似ていることから、これに禁煙なものと考えられる。だが、この属のものは生還に住み、無性生殖で集団を形成するものであり、属内の分類にはこの生還の構造が重視される。 そのため、エラフサカツギカキャブハリリシデイに、本州の身の属であるエノコロフサカツギ族を認める。本州は、上記のように生涯を持たず、単独生活をしているものと推定されている。しかし、これは、本軍では極めて得意なものである。本軍の原生種は全て無償生殖を行い、互いに連結した軍隊か、より集まった集団をなし、幕室か観点室の生還を持っており、 蒸気のような裸の単独生活は本種一種しか知られていない。本種は最初の発見以降全く採集されていない。ただしタイプ標本は存在しており、本種の存在自体は間違いない。しかしながら本種が実は生還に住む普通の翼えら類であり、何らかの理由で裸かつ単独の形で発見されたのではないかとの疑念は示されている。 本軍については20世紀中にはその後に、日本各地で2種が発見されてきた。さらに2003年、相模灘の別地域で、エラフサカツギ族の新種となるべき種が発見された。それはもちろん西館に住み、塚部で連結した軍隊を形成するものであった。だが、塚部で繋がっていること以外では、その小虫の形態は本種に極めて類似していた。このことから、本種が、 この死が何らかの理由でバラバラになり、生還から抜け落ちた形で発見されたのではないか、との可能性が示唆されている。現在、この点についての検討と調査が行われているという。以下、記載は、主として、岡田ほか、P101 この章は、主として、西川、P4 西川、P4 岡田ほか、P101 西村編長、P498 この章は、 西川 P4 による、ありがとうございます。